ポンちゃん動いてるかな。さっきぐーっと動いてたけど。ねえ、みーちゃん。ポンちゃん、私たち。ポンちゃん、私たち。500メートル。前から来そうな気がする。パパー！でも山で声出すのってちょっと発散ですよ。バジが上に落ちたな、さっき。ポンちゃん！パパー！もうバジとその辺で。ねえ。そこにはレピちゃんがいるよ。レピちゃん今登ってたもんね。バジもその辺で登ってた。あのまっすぐな一本道の右から出てきそうな気がする。ポンちゃん、おいでよ。ミチは疲れたね。ミチ疲れた。ねえ、ミチ疲れたね。楽しかったね、ミーちゃんね。ポンちゃん動いてる。地味に動いてるんですよ、ポンちゃん。そろそろ行かなきゃ。でもなんかランタが見てる方じゃない。あ、多分ね、しっぽ振ってる。これで行くとちょっと、あ、動いてる動いてる。パパー、なんか私ストーカー気質かもしれない。これ見て喜んでる。でもあの あれつけた頃、新ママもずーっと見てた。見てました。キジマダイラだ、来たこ来たって言ってさ、そう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 、見てくれるんだけど、横から見てるとね、うん、そんなにわからないね。でもだいぶもう200メートル切ったから。どこにおる？パンパーン。どっから出てくる？なんちゃん、この辺から出てくるね、ポンちゃん。ねえ、あいつから斜めに上がってくるんかな。ねえ、S字だとよく聞こえる。なんか下から来そう。これ、まずはここにいる。ぐるっとこの、こっち方面から来そうな感じ。ポンちゃん、出といで。わあ、声が響く。みーちゃん、泣いてごらん。いいよ。行こう。またお水飲んで帰ってから、ね、パンパーン。ポンちゃん後ろからかな、前でかな。でも後ろっぽい気がする。出てくるのが楽しみだよね。うん、あの横ではない。赤い横バジ出てくる。そこまでは来てる。でもさっきミーがいたあたりに今行ってる。あ、今いるんだ。だからやっぱり下からかな。あ、一生懸命今ダッシュする。うん、来るかな。ポンちゃん、こっちからかな。パパーパパーポンちゃん、こっちからだった。お疲れ様。疲れたんだね。そんな疲れた。母さんね。ポンちゃん来た。うん、疲れ果てて来てるよ。ポンちゃん楽しかった？うん？ぐるっと回ってきたでしょ。はい、お疲れ様。疲れたって、ドロドロだね。いいよ、楽しかった。楽しかった。はい、行こう。お水のとこまで行こう。頑張って、ね、母さんストーカーみたいだからね。疲れてる。あら、疲れた。ちょっと水飲む？ね。ちょっと待ってて。そんなに。